ーとエース、兄弟の出会いの物語。多くの者たちの心に傷跡を残したマリンフォード頂上戦争。その10年前、イーストブルー、小さな風車村、平和に人々が暮らすその裏に、人々が立ち入ろうともしないコルボ山がある。そこは強い者しか生き残れない、弱い者には死が待つ場所。だから兄ちゃん、俺は海賊王に。何が海賊王じゃ。あなぜこの悪魔の実など食いた上にふざけた口を叩きおって。ルフィ、お前もエースも将来は最強の海兵になるぜ。でくそ、俺ゴムなのになんて言ってんだ。話してくれよ兄ちゃん。お前を生乗り風車村に置いたのは失敗じゃった。よりによって海賊、うん、バカ誰が。あの赤髪のシャンクスと馴れ合うなど全く言語道断じゃ。俺はシャンクスみたいだ。強い男になるんだ。こら